に液体をまかれて、負傷者が進める模様です。つくば中央警察のパトカーが到着しました。敷地内の侵入路に規制線を設定し、周辺を封鎖します。消防隊到着しました。消防隊到着しました。ポリスコロナにいる、出入りにいる、皆さん、消防隊がこれから救急に向かいます。設定完了、どうぞ。今回ですね、G20 の会合に向けてテロ対策という訓練を警察機関、また関係機関と連携強化を図り、市民の安全安心を図る目的で行っております。